皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。第2部はプラチナについて、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解説していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プラチナでございます。はい。おっと、価格から申し上げますと、ぐっと下がっちゃって、また、日本の取引所の価格は、昨日4098円でした。54円安ですね。ガンガン下がってますね。残念でしたね。ということでございまして、まあ、買い時かもしれませんね。これ、ここのグラフでも大体4000円ぐらいで、下値抵抗線、3930円ってなりますけども、これが買い時かもしれません。よいしょ。ニューヨークの方も下がって今850ドルですから、これはもう、ほぼ底値ですね、うん。これ以上下がることは多分ない、私はないと思います。はい、買い時だと思います。過去形では下がっておりますと。次の話は、パラリンピック、パリのオリンピックです。パラリンピックじゃ、パリのオリンピックでトヨタが、はい、何台だったかな。トヨタが、燃料電池車を、未来を配備すると500台ですね。500台の、燃料電池、それだけまあ売れてないってことだと思いますけども。まあこれは前も申し上げましたけど、燃料電池のコストが高いから売れてないんで、あるいは水素ステーションができてないから日本では売れてないんで、中国ではもうたくさん500基以上街中にできてますけれども、日本はほとんど見かけることはございません。そういったところから結局大型車、つまりトラックとかバスとかいう、そういった業者が水素ステーション1台持てばいいわけですから、そういったところがこれから始まってきて、ワールドプラチナムインベストメントカウンシルはプラチナの燃料電池車のコストが売れ、たくさん売れれば、トラック等がたくさん売れればコストが下がってきて、乗用車の方にも行くだろうというのが見解でございます。はい。よいしょ。次、これはパリの話ですね。パリの話はまあ、はい、そういうような話で、なかなかあんまり売れてませんということでございますね。はい。ここにもありますね。トラックがこれから売れてくるだろうということでございます。いっぱい書いてありますけど、まあ、要するにプラチナインベストメントカウンシルが書いてることですから、プラチナのね、燃料電池の、プラチナ燃料電池では、酸素と水素をガッチャンコしますので、非常に激しい反応が起きますから、その触媒として、あるいはその電極として、プラチナが絶対に必要なんで、価格が高くなるといういたちごっこになってますが、これから量産化が進めば、だんだんコストは安くなるだろうという話でございます。次の話に移っちゃいますと、はい、私が三菱商事の頃にやっていましたロンミンというか、ロンドンローデシアカンパニーというのがあったんですけども、それが今シバニースティールウォーターという会社に、吸収合併されまして、世界の3番手、1番がアングロプラチナム、2番がインパラ、3番目がこのシバニースティールウォーター。もともとは金鉱山なんですね。やっぱり、これなんていうかな、コングロマリって買収を重ねて大きくなってる会社でございまして、もともとはガーナの金鉱山等を買収したりして、金の鉱山会社になってまして、縄にも少し持ってます。縄はもう今掘れてませんからね。そしてもう一つは、この、アメリカに、パラジウムの鉱山を持ってます。世界で最大のパラジウム鉱山。ロシア単独では大きいんですけども、ノルリスクというロシアの会社と比べるとそっちの方が大きいんですが、それ以外の民間会社としてはこのシバニースティールウォーターしかないと。シバニースティールウォーターという会社が、まあ、金鉱山を始まった会社でございますけれども、プラチナも買収してパラジウムを持っているという意味ではこの会社は得意な会社でございまして、アメリカにパラジウムの鉱山でロシアに次ぐ2番目に大きな単独の鉱山を持ってまして、このパラジウムとプラチナを持っているシバニーが
やっぱりプラチナ価格は先ほど見ましたように価格が下がってますので、プラチナ価格も下がってますので、どんどん、なんていうか、多角化してると。銅鉱山を買っちゃったり、他の、いわゆるリサイクルの事業を始めたり、いろんな多角化をして、もともとは、まあ、そういう会社なんですね。コングロマリットっていうか。ですから、プラチナだけじゃないですよと。プラチナワンの部門ですよ。というふうになってきた会社でございます。ということでございます。いろいろな、鉱山会社の動きも、自社の、再生エネルギーを使った発電所を作り始めたり、いろんな違う事業を起こし始めております。というのが今日の2番目のお話でおしまい。プラチナについては。プラチナはこんだけ安いとやっぱり採算が取れないわけですよね。そうです。だから困ってるわけですね。はい。ストライキは、そんなに給料は上がってないんですけど、いずれにしても、会社の経営としては非常に悪い。ただ、南アのランドが安いんで、はい、その分だけ、まあ、払う方は安くて、ドルが高いんで、輸入金は高くなる。ということで、だいぶ利益が得てますということですね。はい。はい。はい、ありがとうございました。以上でプラチナの話。何かご質問ありましたら、よろしくお願いします。はい、YouTube のコメント欄にお願いいたします。はい、よろしく。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい。